エボニーからルミナスへの移行が進んでるっていうのがこれでちょっとは分かりますけど、今は TGS の、はい、通常バッグ、はい、これがあの基本のアタック、これ出てますよね。あ、早い。このファントムソード状態だと展開が高速なので、ここにあたり来てないんじゃないかと思うんですよね。でここら辺の空中挙動がまだ仕様ではないので、なかなか綺麗にいろんなアクションがつながっていかないんですけど、でも感触的には E3 の時のバトルはこれにかなり近づくなってるんじゃないかというバトルです。これも無制限に使える技ではないので、出しどころを使っていく攻撃ですね。今ちょっとジャンプしましたね。 あれかまだ仮のジャンプですけど、できるぞっていうためのジャンプ、はい、そうです。ジャンプありますよ、とりあえずジャンプありました。はい、こうやったダイナミックでかつ攻撃だったり戦ったりしたバトルです。はい、ゆっくり見てみてください。ここら辺の多分もっとダイナミックになったり前傾を見ながら戦っていけたり、キングダムのバトル、なるほど。キングダムはやっぱりその机にでもバトルを作ることに長けたベテラン、はい。